こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の1月4日を3時間半ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は82.665ということで、昨日のこの時間はね、あれっていう感じで落ちかけてましたけども、もう戻してですね、80円を超えてきたというとこですね。はい、こちら1時間足にしまして、昨日がね、こうしていたところですので、それで真ん中辺まで来たというところでしたね。はい、で、ずっと横ばいで、今少しずつね、戻してきてますということです。はい、まだ85円にはいきませんけどね、はい、上向いてきたということで、少し安心感がありますね。はい、他も軒並みこんな感じでね、はい、もうこう反り上がってますね、ガーンと。はい、いい感じです。では、ツイッター見ていきたいと思います。はい、マーゴの小玉さんですね。能登半島地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。私の祖国である日本で1月1日に震災が発生しました。また、現在もなお余震が続いており、被災地では取り残された方々が多いという状況のようです。この度、被災地の方々を少しでも支援できればと思い、ハッシュパレットを含むブロックチェーンプロジェクトの皆様と共に Web3 Play for Japan キャンペーンを開始させていただき、エマーゴからの寄付はもちろん、コミュニティの方々からの寄付用のウォレットを設置しました。期限は未定ですが、2週間程度の締め切り期限を設けて、集まった枝を全額、いいですね、全額寄付させていただきますと。ぜひ皆様のお力添えをお願いいたしますと。そしてこちら見ていきますよ。パレット。令和6年の能登半島地震にて被災された方々に、お見舞い申し上げます。被災地に世界からのサポートが少しでも多く早く届くように、パレットチェーンは7つの世界的な有力ブロックチェーンプロジェクトと一緒に Web3 Play for Japan キャンペーンを開始しました。当キャンペーンは、震災から早期の復興を願い、各プロジェクトが自社トークンで寄付窓口を開設し、それぞれのコミュニティに寄付の呼びかけを行うものです。今回は、パレットのほか、トロン、カルダノ、ポリゴン、ネオ、キュータム、コナティム、キュータムでいいですかね。マスクネットワーク、IOST の各プロジェクトにご賛同いただき、こちらの寄付窓口を設定しました。寄付いただいた暗号資産については、各プロジェクトにてガス代や税金を除き、全額、あ、いいですね、どのチェーンでも全額です。を日本円にして赤い羽、共同募金の、令和6年、能登半島地震への義援金に寄付させていただきます。あ、ここに行くんですね。はい、ちょっとまあ、ここに行くっていうことがちょっと、まあ、どうなのかなっていうのもちょっとあるんですけど、また、寄付完了後にその結果をハッシュパレット公式ウェブサイトにて公開させていただきますと。募金の時期は災害状況を踏まえ判断する予定ですが、1月末までを寄付金募集時間とし、期間とし、2月末までに寄付実行と結果公開を行う予定です。チェーン、暗号資産種別ごとの送金先、ウォルトアドレスについては、以下のスレッドまたは以下のページをご確認ください。ということで、いいですね。こんな綺麗に並んでいて。で、ちょっとこっち、ホームページを見に行きますよ。はい、ホームページですね。まあ、同じように書いてあります。はい、まあ、いずれにしても、さっき言いましたけど、こうやってね、日本の、ブロックチェーンコミュニティと、チームを組んでですね、ここにカルダノってありますけど、まあ、エマーゴがこのように始めてくれたというのが非常に嬉しいなと思いますね。はい、まあ、2、3日、2、3日ってことはないか、2日間ぐらいですか、寄付の話を取り上げながら、まあ、カルダノでね、こういうのを誰かやってくれないかなと、ブツブツ言ってたんですけど、本当にエマーゴがやってくれて、まあ、さすがね、小山さんだなと思いました。まあ、個人的にはね、この赤い羽共同募金ではなくて、実際に自治体だとかね、困ってる方に直接行けばいいかなと思いますけど、まあ、暗号資産なんで、まあ、本当にそれをね、個人とか自治体で受け継ぐことは、ちょっと無理だと思いますね。まあ、ウクライナの時はね、ウクライナっていう、結構 IT 進んでる国なので、まあ、そこで、やろうというのは非常に、いい試みだなと思いましたけど、ちょっと、まあ、そうですね、能登半島の各地域っていうことであれば、ちょっと、
暗号資産をね、受け取ろうという、まあ、発想にすらならないのかなという感じがします。はい、これについて、マットさん、暗号資産での寄付金は、利確扱い&寄付金控除の対象外であることに注意と。村上氏、本当、水を差すようで申し訳ないのですが、今回のと、大震災で仮想通貨で寄付をするというのは行われておりますが、下記の通り、仮想通貨の寄付は、寄付金控除を受けられない可能性がありますね、ということですね。はい、コーヒーさん、なんだかなと思いますが、寄付先がその後、利確しなきゃいけないことを考えると、現時点だと国内であれば日本円の方が喜ばれるかなと思います。まあ、そうでしょうね。はい、まあ、暗号資産はその送金自体の、まあ、透明性というところだけ、今回はいいと思って、まあ、動けばいいかなと思いますね。はい、で、このノーオーさんという方は、現オフィシャル義援金口座が公開されていた。よくわからない個人や政治団体のクラファンよりここが一番いいと思うのでおすすめ。前回の能登地震の時も当たり前だけど、きちんと人を動かしてたし、なかなかいないから安心ということで、石川県の、県庁、石川県の担当地震災害現金、北国銀行県庁支店というところがあるんですね。まあ、ここに行けば、少なくとも県には、ダイレクトに届くということですね。はい、さっきも言いましたけど、ここにね、カルダモンが他のチェーンとかね、一緒に、乗ってる、あるいはその日本の、そのいろんなこれらのチェーンの推進者たちと、まあ、なんていうかな、一緒に、こういう活動をしてくれたということで、まあ、エマーゴはね、本当に日本で、ちゃんと日本のクリプト業界で、動いてくれた感が感じられるので、そこがね、一番、良かったかなと私は思いますね。はい、なので、今年2024年も、まあ、エマーゴはね、まあ、最近はその、イベントとか、やって、くれてますけど、そういうのがどん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 、増えていくのかなと。ということで期待していきたいと思ってます。はい、X ステークプールさん、Thank you for focusing on us。X ステークプールはミスリール署名ノードとして、メインネットはもちろんテストネット検証から参加し、多くの技術検証に立ち会ってきました。ミスリールはこれまで素晴らしいマイルストーンを達成してきましたということで、はい、ミスリルエクスプローラーの紹介。これはミスリルのエコシステムを検索して、ミスリルノードの署名者として機能するステークプールを特定する新しいツールですということで、こちらにですね、まあ、いろんなステークプールやってる方々が、参加していると。はい、ちょっと大きくしますけど、皆さんのね、先のプールはありますでしょうか。はい、こんな感じでね、いろんなプールが載ってます。はい、私のプールはやってないので、残念ながら乗ってないんですけど、まあ、勉強してね、チェーンにより貢献できるようにしていきたいなと思っております。はい、クリプトタイムス、2024年の、仮想通貨市場の展望、仮想通貨っていうことをするんですね。はい、50名の業界人が語る記事はこちらということで、ちょっと見てみますよ。はい、クリプトタイムス2024年の仮想通貨市場の展望、50人の業界人。確か、去年もね、こちら拾ったと思いますが、米 SEC などによる現物型ビットコイン ETF の承認をめぐる動きや、ビットコイン半減期の到来など、様々な注目トピックが控えている2024年。本記事では50名の業界人による期待、注目しているクリプトの分野についてコメントを紹介していきます。有権者の方、有識者ですね。失礼しました。有識者の方々は一体どのような展望を持っているのでしょうか。ぜひチェックしましょう。ということで、こちら50社がね、載っております。ずっと来ていて、まあ、いろんな方、ちょっと体の直接関係ある方々はね、この中にお呼びではなかったという感じですけども、どんな方、あ、池早さんですね。池早さん。あと、ミスビットコインの藤本舞さんだとか、あと、誰だろう。はい、仮想日産ですね。はい、エマーゴの、この間のイベントでも来てくれてた加藤さんですね。はい、グルーンさんはエキスポに来てくれてましたね。はい、新しい経済の設楽さん。は
はい、あと、ジョー高山さんですね。この方の YouTube を見ている方も多いと思います。はい、ビールよりこうさんかな、ポリゴンの方ね。この方もちょっとイベントでお会いしましたけど、ポリゴンをね、説明っていうと大体この方が出てきたりします。はい、というか、こんな感じで出てますのでね、まあ、皆さんも、ちょっと読んでいただければと思います。はい、では値段に戻りまして、82.82円ですね。14,012.9×82.82 で元本が10万円ですので、計算しますと106万548円のプラスということになりまして、はい、1060%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。